聞く기도하문보고싶은사람만날수있냐고묻지않았어만날수있어안녕하세요타옹입니다今日は韓国ドラマ愛の不時着から韓国語を勉強してみたいと思います기다리고기도하문보고싶은사람만날수있냐고묻지않았어기다리고기도하문보고싶은사람만날수있냐고묻지않았어기다리고기도하문보고싶은사람만날수있냐고묻지않았어기다리고기도하면보고싶은사람만날수있냐고묻지않았어と話しました意味は、待って祈ると会いたい人に会えるのかと聞きませんでしたか聞かなかったですかというふうに話していますこの無知やなそうのそうは、この語尾のそうは、あなそよ無知やなそよのように考えていただければ大丈夫です今は使わない昔の、言葉の語尾になります今の無知やなそよとして考えてもらえれば大丈夫です、はいここでちょっと覚えていただきたいのは何々にゃごぶったまたは何々にゃごはだという何々かと聞く 何々かと言うという、この言い方をこの表現を覚えていただきたいと思いますでは何々にゃごぶったまたは何々にゃごはだの例文を紹介いたしますいつ夕ご飯を食べるのかと聞きました언제저녁먹느냐고물었어요언제저녁먹느냐고물었어요またいつ来るのかと聞きました또언제올거냐고물었어요또언제올거냐고물었어요どこに行くのかと言いました어디가냐고했어요어디가냐고했어요なぜなのかと言いました왜냐고했어요왜냐고했어요만날수있어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 と話しました意味は会うことができます会えますという意味ですこの一層のそという語尾も同じように今現在、使う一層よ一層よとして考えてもらえれば大丈夫ですではここで覚えていただきたい文法は何々リールウルシュー一層よ大勢覚えていただきたいです何々することができるという表現になりますでは例文を紹介いたします辛いものを食べれます매운거먹을수있어요매운거먹을수있어요明日なら行けます내일이면갈수있어요내일이면갈수있어요これはどこででも買えます이건어디에서나살수있어요이건어디에서나살수있어요ひとりでもやれます혼자서할수있어요혼자서할수있어요기다리고기도하문보고싶은사람만날수있냐고묻지않았어만날수있어本日のレッスンはいかがでしたか?よかったなと思う方、ぜひいいねを押してください。そしてまだチャンネル登録をされてない方いましたら、ぜひチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。こういうドラマの翻訳をしてほしい、そしてこのトークの解説をしてほしいなど、何か疑問や聞きたいことがありましたら、コメントにぜひ残しておいてください。ではまた次回にお会いしましょう。アンニャーン!